1920年代の福岡女学校の生徒。この学校はセーラー服を制服に採用した最初期の学校の一つである。福岡女学校は1885年に設立されたキリスト教系の学校で、1918年に高等女学校同等の指定は受けたが、学校制度上の高等女学校にはならず、福岡女学校の名称のまま学制改革を迎えた。女学校とは、第二次世界大戦以前の日本において女子教育を施すための学校を指す名称である。明治初期には女子の就学する学校全般を指したが、学校教育制度が整備されると女子中等教育機関を指して用いられるようになった。法制上は女学校という学校種別はない。国語辞典の語釈では中等教育機関の中でも特に高等女学校を意味すると説明されることもある。ただし高等女学校のみが女学校と称したわけではなく、裁縫などの技能を中心に教える学校や、夜学形態の学校など、実業学校、青年学校、各種学校に分類される様々な女子学校が女学校を称した。本校では女学校という名称を称した学校について概略的に述べる。学校制度については、高等女学校、実業学校等の項目を、女性に対する教育全般については、女子教育等の項目を、それぞれ参照されたい。女学校発起の主意書、女学校という名称そのものは、江戸時代にも存在したが、女子の就学する学校を意味するものであった。江戸時代には、女性が学と呼ばれるような文字を介した、知識、技術体系を、学校で学ぶことは少なかった。石川県日本庶民教育誌によれば寺子屋に通う女子の割合は男子100に対して8と言い、庶民層は家庭や地域社会での共同作業の中から生活に必要な知識、技術を身につけていったとされる。武士の女性は漢籍を読み和歌を読むといった一定水準の教養を身につけたが、重視されたのは封建的な不徳であり、家庭教育の比重が大きかったとされる。天保8年、幕臣で増上寺事領の代官であった奥村喜三郎は、女学校発起の主意書を増上寺領内の村に配布し、女学校の設立を訴えた。また吉田松陰は、女子教育に関心を示す中で、女学校の設立を提案している。明治維新期には、藩立学校として女学校を設置したり、その計画を立てた藩もあった。例えば、松江藩には明治4年の時点で、士族出身の7歳から13歳までの女子を対象に女学校4校を設立する計画があった。伊豆市藩は、士族のための女学上校と平民のための女学下校を設け、共に読み書き、紡績、調理、琴の弾き方を教えた。岩国藩は、女子教育は、男子教育と同様であるべきとしつつ、暫定的な措置として、女学校を設け、身分に関係なく7歳から12歳までを就学させた。福山藩は、藩校茂行監視校として、女学校を設置した。こうした諸藩の女学校は、廃藩置県によって改組あるいは廃止されることとなった。官立女学校文部省は明治4年12月に、東京に官立の女学校を開設することを二つした。入学資格は7歳以上15歳までの女子とされ、当初は中等教育機関を設置するという意識はまだなかったと考えられる。この学校は明治5年2月に開設され、11月に東京女学校と名称を改めるが、1873年の文部省第1年法によれば、修行年限を6年とし、学科内容も相当に高い水準となっており、中等教育機関への志向が強くなっている。将来的に中等教育機関にする計画があったとみられ、1875年制定の教則では、小学校を卒業した14歳以上17歳以下の女子であることを入学資格としている。東京女学校は1877年2月に廃校となる。しかし、東京女学校は女子の中等教育に対する明確な方針のなかった時期に女子学校の模範となった。このほか、明治5年9月19日に開拓使が芝増上寺境内に設けた開拓使仮学校内に開拓使女学校を設立した。この学校は1875年8月、仮学校とともに北海道札幌に移転して札幌女学校となったが、1876年5月に廃校となった。公立女学校女校上紙。本邦高等女学校の覧章の文字が刻まれている京都府は明治5年4月、京都市に新英学校及び女校場を開設した。イギリス人の教師によって英語と女校を教える学校であった。なお、女校場という名称はこれ以後、女校教育を中心とする多様な女子学校に用いられることになる。これ以後、新英学校及び女校場は、英女学校、女学校を経て、京都府女学校と改称し、後に京都府立京都第一高等女学校となった。日本初の公立女学校ともされる。栃木県は1875年に、栃木県立女学校を設立し、県立の女子教育機関が女学校を称した早い事例とされる。この学校は、栃木模範女学校、栃木県第一中学校女子部などと改称、改組し、後に栃木県立宇都宮第一高等女学校となった。私立女学校、明治初期、官公立学校では十分に進まなかった女子中等教育を担ったのが私立学校であった。私立女学校の多くは、私塾的な形態をとり、規模も小さなものが多かった。私立女学校の担い手の一つが、キリスト教主義の学校である。横浜でヘボンが開いた私塾、ヘボン塾の女子生徒を1870年に、メアリー・キラーが引き受けた、フェリス女学院や1871年設立のアメリカンミッションホーム、東京では1870年に、ジュリア・カロザースが築地居留地に開いた A6 番女学校などが早い事例である。キリスト教主義以外で女子生徒に英学を教える学校ないしは、私塾は斎藤実高が開いた吉秀女塾、星野安成が開いた水光女塾などが初期のものとされる。英学系統以外のものとしては、1875年に跡見家系が開設した私立跡見学校が初期のものとして挙げられ、婦人の伝統的教養を目標として和歌、書道、絵画などを授けた。吉秀女塾などが小規模であったのに対し、跡見学校は規模も大きく、また長く存続することになった。高等女学校の登場と制度化学校、教育制度は明治10年代に整備されていった。1879年に出された教育令は、凡学校にお手派男女教場を、同区するを独区正し小学校にお手派男女教場を、同区するも棒けなしと定め、中等教育以上では、男女別学を原則と定めた。これにより、女子の中学校への入学は認められなくなり、女子が中等教育を受けられるのは女学校のみということになった。小学校を卒業した女子が次第に増えて、上級学校への進学の希望を持つようになると、女学校は中等教育機関相当の学校として位置づけられていった。1882年、東京女子師範学校附属高等女学校が設立され、女子中等機関のモデルとなった。1891年、中学校令の改正時に、女子中等教育の規定が設けられ、尋常中学校の一種として、高等女学校という名称が用いられる。1895年に高等女学校規定が定められ、学科目や修行年限、入学資格などが規定された。なお、本令に、イラサル学校派高等女学校と称することを独すとされた。1899年4月には、高等女学校令が施行された。北海道及び府県に高等女学校の設立を義務付けるとともに、私人による高等女学校の設置も認めた。一方、1899年8月3日には、文部省訓令第12号によって、宗教教育の禁止が打ち出された。宗教教育を行うならば各種学校扱いとなり、上級学校への接続が困難になることを意味していたため、女子中等教育の大きな担い手であった、キリスト教系をはじめとする宗教系学校に大きな波紋をもたらした。高等女学校の認可を求めない選択をする学校もあったため、中等教育を行う女学校がすべて高等女学校となったわけではない。1906年、専門学校令の制定と同時に、専門学校入学者検定規定が制定された。高等女学校としての認可を受けない学校であっても、文部大臣が高等女学校同等の学校と指定すれば、その学校の卒業が専門学校入学資格として認められる制度があった。ただしこれも高等女学校令の教育課程に準じるカリキュラムを設ける必要があり、対応は分かれた。女子の実家教育と制度化女子に必要な技能とされた家事、裁縫などを中心とする教育は日本の女性教育の中で大きな位置を占めていた。学校制度が整備されると、小学校専修科として裁縫などを教えたり、小学校附設の裁縫学校や実業補習学校が開設されたりした。これらは小学校令によって小学校に類する各種学校と位置づけられていた。1900年の小学校令改正によって小学校専修科が廃止されると、小学校専修科として裁縫などを教えていた機関は依拠する法令を失って、小学校附設の各種学校に位置づけられた。これらの学校の中には、教育法令により、制度化されている学校に移行するものも現れた。これら実家教育を行う学校の教育内容は多様であったが、普通教育を中心とする中等教育機関を想定した高等女学校令との隔たりは大きかった。日露戦争後、実家教育を施す女子学校が増加したため、1910年には高等女学校令が改正され、実家教育に関する規定が加えられた。実家のみを置く高等女学校も認められ、実家高等女学校と称することが義務付けられた。大正後期の女子教育の拡大1920年の高等女学校令改正では、教育目的に国民道徳の養成、不徳の寛容といった文言が含まれた一方、設置主体の拡張、修行年限の拡大、従来の専攻科に加えて高等科の設置などを規定した。1917年から1936年にかけて高等女学校の学校数は395校から985校に増加、生徒数は 3.93 倍となった。特に大正後半期には大きな増加が見られた。また1920年には実業補習学校規定の改正も行われ、女子に関する規定も設けられた。実業補習学校は1935年公布の青年学校令により青年訓練所と統合されて青年学校となった。戦時体制下の1937年から1943年にかけて高等女学校は996校から1299校へと大幅に増えた。第二次世界大戦中の1943年、中等学校令が公布された。これにより、従来の高等女学校令、実業学校令が廃止され、高等女学校と実業学校は中等学校として同一の制度の下に置かれた。中等学校の修行年限は4年が基本となり、高等女学校と実業学校の間の転校や夜間高等女学校に関する規定も設けられた。また、実家高等女学校の名称は廃止され、高等女学校に名称を改めた。ただし、戦局の悪化の中で、勤労動員や卒業の繰り上げが行われるなど、戦時教育体制が強化されていくことになる。2020年代初頭現在も、女学校を名称に含む教育機関には以下がある。高等女学校令施行以前に、女学校を称した学校を掲げる。以下も参照。校名変遷についてはすべてを記載していない。環光律の女学校キリスト教系の女学校キリスト教系以外の私立女学校。ありがとうございます。